世話になってます。それは下川しか映しちゃうか。似てる。え？似てる。似てる。言っちゃう。雪薄なった。人まれ違う。人まれ違う。あと誰が来てへんねん。人まれちゃう。三十なった。誰が来てへんの。誰が来てへんの。上田。何も来てるな。人まれちゃう。そうなの。なんかね。話なんか。すいませんけども。はい。いやまあ。はい、すみません、よろしくお願いします。なんだ、いいお父さんしてんだよ。誰が、兄くん。なんで、なんでか知らんけど。何してんの。ギャンブルもやめて。嘘。昔あの。え、ほんなら、あれは、ちょっと。そうよ。しもがし。頭。しもがしで。頭引かれて。しもがし。しもがし。懐かしいな。ビートたけし。YouTube でたまにやるの見るな、パータイム。お疲れさんでした。お疲れさんでした。お疲れさんでした。大丈夫、ちょっとだけ。まあ、今年も上げるわ。違うアングル。ブラザーブラザーブラザーもうさっき撮ったよ。ちょうど3年。俺今年の夏とか結構気にしてて無理。なんやそれ。結構気にしてたよ。叫びすぎるから。効率が出てたんじゃちょっと狙ってたのに。仕事してんねんな。うん。俺らの収入いい。びっくりした。やった瞬間もいっぱいやな。バイオリアな。びっくりした。あ、確かにカメラ撮ってくれてる。まだ動画で変わったことやってくれよ。変わったこと。谷本なんかやってくれ。あれ見たらな。二人で。分かった分かった。あれ夏なんかやって。お前それ大阪人と言われへんのじゃん。お前はもう金融枠やってしまいました。みんな知らんかったよ。だから聞いてくるやん。ゲストいうか出てる人。ああ、そうそうそう。え？なんかゲアか夏ゲアか。どこがいるんだ。夏ほら。いや、クミのなんか打ち合わせやってるから。60歳ちょっと60歳定年高田大御所が説教は若手に若手に説教しますよ。バットでどついてこっちは2人兄弟若手やん。勝手に説教しますから。見てるな。怖いよ。そうだよね。ポーズまでしてる。怖いな。俺が今日待ったばっかり。忙しいんですよ。忙しいんですけど。働いてるの。すっごい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 。じゃあよそに喧嘩売ってるやつやのにやな。そうだって下川直接喧嘩売ってるやん。いやそうなっちゃうやろ下川。いや違うやろ。それ野球でも一緒やんかな。ヤンキーボールばっかり当ててやな。最後にバット持ってほうにボールもうさあこの人のコントロールないでしょ。それわかるけど、そこで黙ってる下川ちゃうやろ。いや、あの時な、下川君だけ、
向かってきてくれた。みんな知らんぷり。そうやろ。そう。びっくりする。説明やろ。説のなんか、ね。やっぱりそこは下川しか行けへんねんね。説なの金かのグランド。そう。うん。覚えて覚えて。三回連続デッドボールあげる。そう。なかなかまだっていう。いや、ライトから下川君だけ向かってきてくれた。ほんで。まあ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 。でパッとサード見たら心理込んだ。そう。金込めた金込。じゃあだから言うてて常識嫌でだってなそうだらしいしゃあないもん、ね、怒ってくるんやったら怒るけどなまあしちゃまあたまたまやったら怒らへんたまたまだ臭いねからなそう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 びっくりだなぁそこにやったら怒らへんやんなぁこんなに人の人やろいやお前そん時あれ死に出たいや死に出る出る出る俺仏様やね言うとけど俺頭見てやねんいや実際にけどんでくれなんだほんでな審判も知らんぼいしたおったやんで先生のリングに入った時になもうでもそこにしてこのクソドラマ言うねこんなノーコントロールじゃないのやねんなんかコントロールやっちゃう何もなく言われたくないけどなクソって言うのねんって思うやんこれ放送できない夏陽さん映っとかなもうええいつもやえだって下川氏の画像ばっかりだったもん今回いや先ウケるって絶対いやそれが意思こいていやまああれ放送できへんじゃん多分削除されると思うわやっぱり昔から昔はむっちゃ仲良かった先輩に間違えたら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 一緒ですわ一緒やろ違う違う銀ちゃんの方が上や上やいやいやいや同い年かいじゃあ長谷川は俺とまるまる一つ違うねん長谷川一番年上やな4月長谷川上4月え長谷川長谷川4月前違う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 言うのは神主も金儲けなんかなその風習のな犬になこんな迷惑をあんたはすべてな金儲けしようかとかなそんなもんだそう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 だからなもう結局は金儲けやからなそうそうそう優しい顔してるなそれを覚えてる人間の心が動いて初めて金がついてくるんやそうだな信州行った時だからなそれはイケメンとかな急に言うねや俺3年今で2年早いからな働き出してから売り上げなうち娘が結構覚えてんだよやっぱりなこっち乗ってもいやまで虫おったいや大丈夫社長いやまでよかったよかったよかったそれがカルニアの爆炎の気分が来るほらしばくわねほらもう危ないもう危ないかっこいいあ、バナナです火止めてからやないあ、火止めてから興味深いらしい背中の彫りも見せてほしいあのヤクザね背中の彫りまあそんな知らん印象あるでしょ桃太郎今の仕事に行ってからもう分かったえ、会いましたっけ目見てよ俺に見てよ一万円背中の彫りも見せてほしいらしいどういうことでなんか今の刑務所入ってるんですか何言ってるのめっちゃ知ってるいや、議長がいや、もう、じゃあ、ノーマルいや、実は背中に彫り物がこういや、天井の彫り物がそれはないですよなるほど、やっぱりうちの元嫁はんのこっちが上がってるミクさんのミクさんの方が収入やろ安倍の前のその安倍の前誰やった野田の前の菅一番までやったすっからかんの次や鳩山の次や野田の次言うたら菅やんな野田
っぱ田舎の一番悪いやつや、そう石原と中野で生子屋のその組合入ってないから、うん、だけど、うん、関東のヤクザみたいな、申し訳ないですけどこの人松田君今日初めてです、はい、いやいやもう盛り上げるヤクザしか見えないよな、メガネが俺も久しぶりにおったんだよ、45度ぐらいになってる、いや普通の金額ですよ、前45度ぐらいだった、45でしょ、あちらさんすげえ、そうだな、よー、ありがとうございます。よし、また楽しみ。